もう一個言い忘れた。うん。トランペットね、こうやって持ってこうやってこう構えてこうふーって吹けば出るんだよっていう話をするんですよ。要するに、世に言うレッスン、レクチャー、なんだろう、そのレッスンをしてる人、山のようにいると思うんだけど、そのお願いだから、その信念みたいなもの、あなたなりの信念を持って情熱を持って教えてあげてくださいね。まあおっちゃんだからその何教えんだかみたいなことはいくらでも言うけど、そんなことがあるとね、残念じゃん。どんなこと？そういうスクールあるじゃん、いっぱい。そこのスクールの先生を教えなきゃいけないことになってですね、なかなかこれは面白かったけどね。じゃあ続くか。そこの先生だっていう人に、レッスンをしてくださいっていうのもいいですけど、まあ、俺でいいのかな。その先生をやってる人は教えれねえだろうと思ったんですよ。で行く前はね。で行って、本当に そういうところでレッスンもそこでやっちゃうんだっていう、まあなんですよね。その方が教えになっている教室で、私はその何かその人に物を申すっていうことがありました。まあ1回や2回じゃないんですけど、いろんな人がいるから、いろんな人がいるよね。でまあそのじゃあまあとりあえず吹いてみてくださいって言って、おおってなったんですね。いやさすがにね、その時はね、あなたこと教えてんですよねって言っちゃいましたね。まあその後いろんなことありましたけど、まあまあそのなんていうか、小遊三師匠にお会いした時ですね。今日はプロのトランペッターの方がお客さんで来てるぞ。おう、じゃあ持ち方から教えてやろうかって、よろしくお願いしますって私は言いました。これですよ、物事のね、いやだからね、師匠をやる人は達人じゃなきゃいけないとは言いません、言いませんよ。実際俺も達人じゃないし、できないことの方が山のようにある。だけどだよ、程度ってもんがあるだろう。どうかな。じゃあ続くか。もう一個だけそのスクールの話ね、池袋に上がさ、ボーリング場の、まあ、そのさらに上に、まあ、ブランズウィックのビルだったんだけど、そこにY 社のさ、池袋店ってのがあるでしょ。今はどうなんだろう、わかんないけど、そこでね、こう、3つか4つぐらい、なんか、レッスンブースが、こう、外からよく見えるようにあったわけ。よく聞いてね。で、トランペットの先生がいたからさ、ちょっと、あんまりじろじろ見ても悪いかなとは思ったけど、外から見てたの。で、レッスンがちょうど、まあ、終わったなーってタイミングで、ガチャって出てきて、って、俺さ、話しかけようとしたんだよ。本当だよ。話しかけようとした、でも変なおじさんだから、かもしれないけど、すごかった。走ってね、逃げちゃった。
俺なんか悪いことしたのかなと今でも思ってます。うん。